ドナウ川のザポロージャコサック。ドナウ川の市チは、1775年から1828年まで、オスマン帝国領のドナウ川の下流に存在した、ウクライナコサックの軍事組織である。この組織を中心とした軍隊は、ドナウ川コサック軍あるいはドナウコサックと呼ばれる。百七十五年、ロシア帝国は、それまで、ウクライナコサックの本拠地であったザポロージャのシーチを、 破壊した数千人のコサックは、迫害、流刑と強制的濃度化から逃れ、オスマン帝国領のドナウ川の下流、ドブロジャ地方にたどり着いた。オスマン帝国の政府は、コサックの中世と軍役と引き換えに、コサックの内政自治権を認め、南ブーフ側とドナウ川の間の領地を可視した。そこでコサックは、ドナウ川川口に、 新しい根拠地を創建したが、その領地では、以前に、ヘクラソフ州というロシアコサックの一派が、オスマン帝国の皇帝の保護を受けて住んでいたので、領土争いが始まった。結局、7000人のウクライナコサックは、オスマン帝国のシリストラ州の生命に地方へ移住され、残りの8000人は神聖ローマ帝国皇帝のヨーゼフ2世の正体に応じて、バナト地方で、 オーストリアの国境防衛軍として置かれた。しかし、後者はゲルマン系の官僚主義とコサックの理想に反する厳しい管理に対して耐えきれず、1805年にオーストリアを離れてオスマン帝国の西面に地方へ戻った。1813年の春、ウクライナコサックはドナウ川のカテルレーズ地方で新たな CE 域を創立したが、2年後、 それをドナウ川の支流であるドナベチ川へ移動した。この市チの組織はザッポロージャの市チと同様なものだった。最高機関は軍事議会が存在し、そこでコサックの長官である軍隊長、軍裁判官、初期官、軍律取締役と通事役が選ばれていた。コサック全員が軍事議会に参議権を持ち、長官選挙での非選挙権、 選挙権を有していた。市市は短期間内でウクライナ人の政治的、社会的な中心となり、そこへロシアの支配下にあるウクライナから迫害を受けた下級コサックと農民が次々と逃亡していった。ドナウ川のコサックは西教徒であったが、オスマン帝国の軍隊として同教徒であったセルビア人、ギリシア人、ルーマニア人の反乱者と戦わねばならなかった。 また、ウクライナに帰りたいという思いを抱くコサックも少なくなかった。1828年、ロト戦争の最中に、イスラム教徒への不満と故国への教習を理由に、ヨスイップ・フラドクイーが率いる1500人のウクライナコサックは、イズマイール氏のあたりで、オスマン帝国側から、ロシア帝国側へ寝返った。それらのコサックは、ロシア軍の枠組みで、 アゾフコサック軍として編成された。しかし、フラドクイーの行動によって、オスマン帝国に残されたコサックは、オスマン帝国政府による厳しい沙汰を受けた。コサックの統領であるイヴァン・ガランと長官たちが捕らえられて牢屋に入られ、地域にいたコサックは、全員が殺害され、地域の教会、学校、図書館などが、防備施設と共に焼かれた。 越、ドナウシーチとも。ウクライナ側から見た場合にドナウ川の対岸、他国側の岸にある、シーチを意味している。現在ウクライナのオデッサ州のビルコベシカ旧、カラオルマン村の地域にあたる。ありがとうございます。